ちは。マスエ。トランジ。ヤッキファミリーです。今回は大丈夫だったね。大丈夫、OK です。はい、今日はですね、あのギャッテの保管方法について。保管方法ですか。はい。はい、それについてね、トランジにね、いろいろ聞きたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんこの動画チェックしてみてください。はい、絨毯、まあ、ギャベに限らずですけれども、うんうん、この毛足があるものっていうのはどうしても湿気を入れてしまいます。スッて言うね、はい、うん、日本で生活してるとやっぱり湿気がありますし、うんうん、お部屋の中って湿気が入ってますから、うんうん、だから一番いいのは敷いていただいて、うん、お部屋を変えるとか、うん、そういうことであの使っていただくのが一番ベストです、はい、でもどうしてもっていう、そうしまわなきゃいけない、どうしてもこう夏は嫌だという方もいらっしゃいますから、うんうんうん、その場合 の、はい、あの対処方法っていうのをお話をさせていただこうと思います。はい、はい、ギャッペって巻く方法、はい、まあ、我々が準備の時に、ね、巻いて運んでる、はい、あと畳む方法もあるじゃないですか、はい、ギャッペって実は畳めるんですよっていうところをね、今から、ね、はい、お見せしたいと思います、はい、じゃあ早速やってみましょう、はい、早速畳んでみましょう、はい、やり方としたら、はい、片側を畳んでその上に乗せる、はい、ね、で、はい、あとはトランジがグッと、はい、こういう形です。大きさとしたらこれぐらいの大きさですので、はい、この大きさですと車にはあの十分入ってしまいます。はい、まず畳み方はこういう形です、はい、こうやって畳むことはできます。で、実際にお家の保管っていうのはこの畳んだ状態で半年、まあ1年、これはやめていただきたいです。なぜならどうしてもこの畳みじわっていうのがここについてしまいますので、だから戻すのは時間をかければできるんですけれども、どうしてもあの折りじわ、これがもうしっかりとついてしまいますから、だからできれば畳むっていうのは長時間はやめていただきたいです。部屋の移動、もしくはここからお家への移動、そういう形での使い方です、はい、あくまでも便箋的なものだと思っていただきたいと思います。じゃあそれではあの巻き方ですけど、巻く方法ですね、あのこれをお話ししたいと思います。絨毯には順目逆目っていうのがあります。折り始め折り終わりっていうもの、まあそれはどういうものってこう触っていただくと、順目と逆立つ方の逆目、これがあります。この順目、こういうあの毛がこちら側に倒れてる方、パッと見て絨毯が濃い方ですね、これがあの折り始めというふうに思ってください。ズランバリのスタンプがある方ですね、はい、それがあの下側というかもう折り始めの方です。まあ私なんかは掃除機が引っかかる引っかからないっていう方法も、うん、ね、結構分かりやすいです ね、ギャベの場合ですとさらにはあのこの柄の向き、うんうん、あの上下がちゃんとこう分かってますので、はい、その下の方から巻くっていうのが一番絨毯自体はこうしっかりと巻けます。じゃあなんで反対からはダメなんですか。これをね、反対側から巻いていきますとこの絨毯が締まっていかないんです。だん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 こう崩れていって、ちゃんとしたこの円形が保てないんです。潰れてしまう。でさらには時間が経っていくと今度ぐしゃっとこうあのシワになってしまいます。だから先ほど の畳みじわと同じように逆らって巻いてるってことですか。そういうことですね。使ってると分かると思うんですけどね、はい、この 逆にやると、はい、だからあくまでもこの絨毯は折り始めから巻いていく、そうするとしっかりとこう巻けます。きちっと巻けるってことですね、はいはい、じゃあ実際にあのじゃあ順目から巻いた方と逆目から巻いた方とあのちょっと実験をしてみましょうか、はい、順目正しく巻いてください。この折り始めから巻いていくと非常に巻きやすいです、うん、こういう形でこう非常にこうしっかりと持てます。これが巻き始めの、やり方です。じゃあこれを逆
逆に巻いていきましょう、はい、こっちが逆目です。これを巻いていきますと最初はしっかりと巻けるんです。実は最初の頃はこうやって巻けるんですけれども、うん、そのうちだん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 これが硬さが、はい、しっかりと締まってないものですから潰れていくんです、うんうん、だからこれをずっと繰り返していくとこれがもっともっとこうぐしゃーっとこう潰れていきますので、柔らかい感じがします。そういうことですね、うん、締まっていかないんです。だからこう潰れていくんです、うん、そうですね、まあ、要は担ぎにくいそうですね、我々はね、はい、はい、だから絨毯っていうのは逆目で巻いていく、これが基本です。巻いた後ですけれども、巻いた後にどうするかっていうと、このままで置いておくとどうしてもこの絨毯ってね緩んでしまいますので、あの紐で結んでいただくように。で結ぶ時にですね、一回やりますね、必ず2本両端にかけていただきたいです。あまり端すぎるとこれ気をつけてくださいね、はい、端の方に結んでしまうとこっちが緩んでしまいます。これが緩んでしまいますので、必ず端からまあまあ手を大きいやつだったらこのぐらいの2メーターぐらいのものでしたら端から手を2本ぐらい、手のひら2本ぐらい入れていただくとしっかりと結びます。じゃあなんで2本かっていう、ここ真ん中だけじゃダメなんですか。そうするとね、さっきのこの繊毛運動、絨毯っていうのは必ず一方方向ではないんですよ。実はよく見ていただくと斜めに毛の向きがなってるんです。まっすぐだったらならないんですけれども、斜めにどっちかにこうこちら側へこう斜めに少しずれてるんです。そうするとこれがこういう状態になっちゃうんです。いずれなってきちゃう。でだん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 こう緩んでしまいますので、ですから2本の結ぶ、これが一番あの頑丈です。はい、それだけあの守っていただきたいなと思います。はいこれで2本縛って、はい、このまま保管、はい、で大丈夫ですか。もう一つ、はい、ちょっと気をつけていただきたいのが、絨毯っていうのはどうしても敷いてると湿気が入ってます、うん、なかなかその湿気っていうのは抜けることができないんですね、はい、あの本当はこういう天気のいい日に乾かした後にこの状態にしていただくといいんですけれども、うんうん、なかなかいかないです、うん、でそのためにどうするかっていうと、こうやって巻いたらまず巻き始めの時に小脳をこういう防虫剤ですね、タンスに入れるやつとか、はい、この防虫剤を両側に2つ最初に入れて巻いていただく、うんうんうん、中に入れていただいて、あの虫を防ぐように。じゃあこれ巻き終わってこうビニールとかは入れていいんですか。いいのは紙の方がいいです。ビニールだとどうしてもこれ包んでしまうと呼吸ができなくなる、うんうんうん、絨毯っていうのは呼吸大切ですから、改めてそんなあの紙を買ってくる必要はないです、まあ新聞紙で結構ですので、新聞紙で巻いていただければ、要はほこりがこつなんかこう乗らないようにとか、ね、そうですね、それとあの新聞紙っていうのは結構湿気を吸ってくれるんですね、うん、だから中でこもらないように、うん、こういう形で新聞紙があります、はい、こういう形で終わりの頃にここに敷いていただいて、はい、これぐらいかましていただいて、うん、で中でこう巻いていただく、巻いていただいて外側までこうきれいに包んでいただくといいですね、一周。あ、なるほどね、はい、そうするとこれ抜けたりしませんの で、 でこの上に紐をかけていただければ結構だと思います。素晴らしい。実際にはもうちょっと大きくね、うん、一周になるように、そうですね、あの巻いていただく、はい、こういう形でしまっていただくと湿気も新聞が取ってくれますし、うん、そうですね、はい、ベランって上に乗っけてるだけだとね、そうですね、飛んでちゃうし、はい、きれいにこう巻いていただくっていうのがコツです。これで倉庫にでも、はい、あのお部屋の隅にでも置いていただきたい、うん、なるほど、はい、ビニールではなく紙とか、そうですね、いいですよ。でたまにはあのやっぱりこう風通しを良くしなきゃいけないですから、数ヶ月に1回は広げてあの点検をしていただくっていうことが大切かなと思います、はい、こうなるのがあの保管の方法です。なるほど、勉強になります。小さいやつだったらもっと楽だ。そうですよね、これ結構大きなサイズなんでね、はいはい、これだと私たちは慣れてるから一人でできますけれども、うん、皆さんではなかなか負けるっていうのは大変ですからね、
小さいやつだったらこういうのがもっとやりやすいかなと思います。はい、はい、勉強になりました。はい、今日はですねトランジェニーギャッペの保管方法についてね、はい、いろいろ聞いてみたんですが、皆さんもねぜひ参考にしていただきたいと思います。これからあの暑くなるから、うん、あのこういうことをしなきゃいけない方も出てくるかもしれませんので、ね、はい、ご参考にしていただければ嬉しいかなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。また次回の動画で、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。